の意気込みをお聞きしたいと思います。しゅうきさん、意気込みをお願いします。皆様こんにちは。こんにちは。小平市から参りましたマイカと申します。3年ぶりにこの原宿に戻ってまいりました。新型コロナウイルスの影響で本当にもう地元の会場も取れず、なかなか練習ができない中、それでもチームみんな一丸となって練習を積み重ねてまいりました。私たちの笑顔で皆さんに感動を届けていきたいと思います。前に踊っていただいたメガロシレン様にも負けない笑顔でメンバー一同皆様に感動を届けたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。はい、改めましてマイカでございます。今日3年ぶりによさこい仲間と会うことができました。ご覧いただく皆様、そしてよさこい仲間の笑顔が本当に今日は素敵でした。これから踊らせていただく私たちマイカも最高の笑顔で踊りたいと思います。ここ1日目最終演舞、花一弦春早手に舞う。